ふむっす。ホムラもいつかお嫁さんになるんすかねー。パワポタさんとパワプロ2012では彼女キャラとして登場したっすからねー。どうなるか楽しみっす。皆さんこんにちは、ホムホム相談事務所室長の川星ホムラっす。よろしくお願いっす。ところで皆さんは結婚って興味あるっすか？ホムラは野球選手の。おっと、これは乙女の秘密っす。ふっふっふ。あ、お客さんが来たっすね。どうぞ、入ってくださいっす。こんにちは。桐崎玲里だ。今回は私の相談を聞いてほしい。どうぞっす。私。あら、またお客さんっすかね。どうぞっす。こんにちは。立花水木よ。水木ちゃんっす。あれ、先客がいるのかしら。ああ、私が先客だ。お前は後日改めてここに来てくれ。はあ、なんであんたのために、この立花水木様が退かないといけないのよ。あんたが帰ればいいでしょ。そうはいかない。そもそも私が先だ。お前が帰れ。カップルキャラもいないくせに。は、今なんつった？カップルキャラもいないくせにって言ってんの。カップル。いや、一人いるわよ。私とマイトよりもラブラブなのか。当たり前よ。あんたたちよりラブラブで熱々だわ。なんだか、えらいことになったっす。ちょっとあんたどいて。うわーっす。それじゃあどっちがユーザーから見てラブラブか。決着つけようじゃない？望むところだ。それじゃあ開始。それでは、これから桐崎&小田カップルと、友沢&水木カップルのどちらがラブラブか考察していこうと思うよ。なら、私から先に行かせてもらうぞ。まず、桐崎玲里と小田舞との説明をさせていただくぞ。この二人の初登場は、パワプロアプリの天空中央高校強化のシナリオ。初登場時は私がミス、レイリー、オーダの方がミスター、ファウルという偽名で登場したな。まるでコードネームみたいね。私たちは初登場が同じということだ。何言ってんのよ。私と友沢だって初登場は同じよ。それじゃあ今度は立花水木と友沢亮について説明させていただくわよ。立花水木と友沢亮の初登場はパワプロ10。この頃は他のシナリオで登場ってこともあって、初登場の絡みはそれほどなかったわ。絡みがない。お前はそんな弱いアピールで大丈夫なのか。この時点で勝負がついたものだな。何言ってんのよ。パワプロ10からは、友沢と水木は第二世代っていう、超人気キャラクターになっているのよ。しかも第二世代はこの二人。後々の作品でこの二人が絡めば間違いなく最強のカップルになるわ。ふん。この時点では私たちの勝ちな気がするけどな。それじゃあ次に、私と小田のカップリングアピールをしていくぞ。私たちが所属する高校、エビル高校のシナリオでは、私と小田は基本どの画面にもセットで登場する。もちろんショートカットでも同じ画面に二人でくっついている。偵察にも二人で一緒に行っているし、小田は私の言うことをよく聞いてくれる。また、私も大田の意見を受け入れ、大田の意見を尊重する行動をしている。また、エビルキャップによって大田の魂が失われた時も、私は大田の魂を元に戻すため、必死に努力する姿が天空強化で伝わるぞ。へ、へえ。でも、魂が元に戻んなかったら意味ないじゃん。ふ、何を言っている。何？天空強化では他の人に陰口を言われようと、大田のために悪役になったり、あいつの魂を戻すために嫌われ役を買って出たりしたんだ。また、心配するな、私は決して諦めないぞ。いつまでも一緒だ。というように、マイトのためなら自分自身の全てを捧げてもいいという宣言。マイトが魂を取り戻した時には抱きしめて、心配させやがって、本当に仕方のない奴だ。という風に、照れ隠ししながら全力で喜んでいる。ぐぬぬぬぬ。は。でもあんたらは、虹谷から、あの二人の関係は、僕と姉さんみたいなもの、と言っていたじゃん。ってことはつまり、かけがえのない存在だけど結婚はできないってことじゃない？何を言っている。あいつらは兄弟だが、私たちは幼馴染だ。よって結婚はできる。つまり私たちがお前たちよりラブラブなことは間違いない。しかも、昼休みにお弁当を毎回二人で食べているんだ。でも、全く喋ってないじゃない？ふ、お互いのことを知り尽くしているから喋ることが特にないだけだ。つまり、カップリングで必要な条件を全て満たしていると言っても過言ではない。
でも、コンノとのコンボイベントでカップルって感じの話し方全くしてないじゃない。なんせ、私はクールだからな。そんな話はしないのだ。あっそ。じゃあ次は私が詳しく説明するわね。私と友沢の絡みは、実況パワフルプロ野球12で主に見ることができるわ。まず、お互いにツンツンしているところ、しかし、お互いのことを放っておけないところが、私たちの魅力って感じね。それがなんだか青春っぽいっていうか、ゲームをやっていると微笑ましく感じるのよ。具体的なエピソードを言ってみなさい。パワプロ12ではこの二人は犬猿の仲って感じで、互いに互いのことを嫌っていて、毎回喧嘩ばかりしていたのよ。は、そんなのがカップルになれるわけ。でも、喧嘩をしていた時に友沢の弟と妹に会うの。その時私は自分の名前を言っていないのに、妹に、じゃあね、水木お姉ちゃん、と言われるの。な、それってつまり。そうよ。友沢が私のことを話しているのよ。しかしただ文句を言っているだけかもしれないぞ。ふっくん。じゃあ続き話そうか。実は友沢の兄弟たちはお兄ちゃんに授業参観に来てほしいって頼みに来たの。あいつも兄弟思いだから、練習を早く切り上げて授業参観に行くわけ。だけど、その時母親の病状が悪化したって連絡が入るの。それにより、友沢は病院に一目散に向かい自分の母親の手術が終わるのを待っていたの。手術は無事成功したけど、授業参観日だったことを思い出し兄弟たちに行けなかったことを謝ろうとするんだよね。なんだか、友沢って相当きつい生活を送ってるんだな。家に帰った友沢は、兄弟に謝ろうとしたけど、家に主人公とこの水木様がいたの。つまり、友沢が授業参観に行けなかった代わりに、私とパワプロくんが一緒に行ってたってわけ。もちろん友沢はツンデレだから、おせっかいな奴らだって素直にお礼を言わないんだけど、プレイヤーから見たら、水木に感謝しているってところが伝わってくるんだよね。なんだかいい話だな。友沢が疲れて寝込んだ時に、妹から友沢はいつも、私のことを、あいつは本当は素直で優しい、って兄弟たちに言ってたらしいの。これこそが、パワプロ12の友情が芽生え、友情タッグトレーニングができる友情イベントなのよ。ふ、しかしその程度なら私たちの方が。あんた、このイベントでプレイヤーは何を感じたと思う？何？このイベントで感じたことは、家族の大切さ、助けある仲間、この二つがユーザーの心に響いたのよ。そして、いつもは喧嘩している二人だけど、実はお互いにお互いのことを思っているっていう。この二人のカップリングが、最大限に活かされたイベントになっているのよ。く、言われてみれば確かに。この時プレイヤーは、この二人が微笑ましい関係で、プレイしている自分自身もニヤニヤが止まらなかったって思うわ。しかも、パワプロ12では友沢と水木の友情タッグイベントのイラスト。他にも友水 SS、友水パワプロといったように、ネットで友水と入れただけで候補が出てくるほどのカップリングなの。もちろん関連イラストも大量にあるからぜひ検索してみてね。というのが友水カップルよ。く。なかなかやるな。へへん、どうよ。しかし話を聞いた限り、お前たちカップルは互いにツンデレという特徴があって、そこで魅力を引き出している。いいカップリングかもしれないな。な、何よ。いきなり。あんたたちだって、相手のために頑張ってその人を救ったり、ずっと一緒なんて言ったりしてさ。カップリングとして最高じゃない？お前だって。あんただって。ふ、もしかしたら私たちはそれぞれ違った魅力があるかもしれないな。もしかしたら、そうかもしれないね。どっちがラブラブか争っていても、ファンを悲しませるだけだ。うん。あんたにはあんたたちの、私には私たちの魅力があるってことね。そうだな。それではまとめに行くか。私たちは、幼馴染でいつも二人。相手のためなら全力で頑張れるというカップリング。私たちは互いにツンツンしてて嫌いって言ってるけど、実は互いのいいところを知っていて、困ったことがあったら助け合える。魅力があるって感じね。ああそうだ。これからも、パワプロファンのために頑張っていこう。私たちの人気もイラストも SS も、止まることは決してないぞ。そうね、お互いに頑張っていきましょ。ああ。じゃあ、お疲れ様。さらばだ。あれ、いつの間にか誰もいなくなってるっす？これ収録として大丈夫でしたっすかね。あ、でも水木ちゃんと桐崎ちゃんが二人で話しているっすね。まあ、今回はこれでいいっすかねー。まさかの乗っ取りだったっすー。
ということで、この動画を終了させていただくっす。それではお疲れ様っす。それでは、さよならっす。